はい、今日はジュネーブモーターショー2018で公開された GR スープラレーシングコンセプト非売品のトミカを開けていきます。お、これはかっこいいね。じゃあしっかり見ていこうかな。じゃあ正面から見るとフロントにはトヨタのエンブレムがあって、ボンネットのところにはガズーレーシングのエンブレムがあるね。で、このボンネットのここのエアロの部分すごいかっこいいね。立体感があってね。で、ヘッドライトはガンメタの塗装になってるのかな。で、フロントのこういうところのエアロもすごいね。これはシャーシと一緒になってるのかな。樹脂パーツになってる。で、フロントガラスの上のところにもトヨタガズーレーシングのマークがあるね。で、ルーフの部分はこれちょっと伝わるかな、ここ微妙にくぼんでるね。で、横から見ると、あ、横から見るとタイヤが通常のトミカと違うね。かっこいいホイールになってます。で、リアのこういうフェンダーのところにもガズーレーシングって書いてあるね。で、後ろは、後ろもやっぱりかっこいいね。後ろのこういうエアロの部分すごいね。で、これはあれかな、マフラーが一本出しなのかな。で、リアウィングはこれは樹脂パーツでもう初めから付属されてたね。で、結構この辺のボディの入り込みとかかっこいいけどね。ちょっと映像で伝わるかな。こういうところとかすごいボディの入り込みがあります。凹凸感があってかっこいいね。で、リアのガラスの部分はこれはクリアパーツだね。で、サイドのガラスもそうだね、クリアになってます。で、中の運転席は左ハンドルだね。はい、ちょっと見えにくいけどね。特にドアは開かないね。で、サスペンションはなんとなくサスペンションらしきものはついてるのかな。はい、で、裏を見ると裏は2017トミカ60分の1だね、スケールはね。で、特にナンバーとかは振られてないと思います。ナンバーが振られてないっていうことはベースになってるトミカはないんだね。このためだけに作られたのかな。で、ガズーレーシングのこの特徴のこのレッドとブラックの塗装とかも、うん、かっこいいよね。で、特に全体的にシールじゃなくて全部プリントされてるね。で、このトミカがジュネーブモーターショーで配布されたっていう噂だけど、ちょっと定かではないです。だから今回はメルカリで買いました。これが1万円するんだもんね。すごいね。当初オークションとかに出た時はこれ1個3万5000円とかしてる時あったよね。で、なかなか入手経路が特定されなくて、結局は2018のジュネーブモーターショーで配布されたっていう噂になってるよね。まあ、ジュネーブだからスイスなのかな。さすがにスイスまではいけないよね。まあ、コンセプトカーだからこのまま実車は発売されないよね、多分ね。で、やっぱりスポーツカーっていうだけあって、このフェンダーの張り出しとかがすごくてかっこいいね。このままトミカで発売されたら1個いくらぐらいだろうね。2000円はしないんじゃないかなって思うけどね。でもまあ1800円とかね、それぐらいするんじゃないかな。以前発売されたトミカでちょっと高かったやつこれだよね。日産の GTR モチュール、このモデルでも1800円だったもんね。これは結構ステッカーが多くて完成させるのは大変でした。で、2つ並べてみると、まあ、やっぱり両方ともスポーツカーだからかっこいいよね。せっかくだから箱もちゃんと見てみようと思います。正面にはトミカのロゴがあって GR トヨタガズーレーシングって書いてあるね。横の方はこれも同じだね。こっちも一緒かな。まあ、この辺は普通のトミカと一緒だね。裏の方にはやっぱり非売品って書いてあって2018年のマークがついてるね。メイドインベトナムって書いてあるぐらいかな。で、箱の大きさは通常のトミカと、うん、一緒だね。通常のトミカと箱の大きさは一緒です。で、しっかり見てみると車高がすごい低いよね。こっちもこれスポーツカーのモデルで結構車高低いけど、さらに車高低くなってます。他のトミカも比べてみようかな。シビックタイプ R でも結構低いかなと思ったけど、さらに低いね、車高がね。なかなか迫力のある車だよね。さすがコンセプトカーっていうだけあって車高低いのかな。はい、今日はすごい気になってたこのトヨタ GR スープラレーシングコンセプト開けました。まあ、1万円でちょっと高かったけど、まあ、大満足の1台だね。
やっぱり市販のトミカでこれ出てほしいね。はい、じゃあ今日はおしまいです。バイバーイ。